誰言ったのボーカル、そして告白のボーカル、星野颯太でこそソロ。いやーちょ聞いてくださいよ、聞いてくださいよ。最近ね、颯太のそのリクエスト、相談、質問、お寄せくださいメールのところに、まあ結構なねメールが届くようになりましてね、以前のね倍ぐらい、うん、届くようになりましてね。それで結構ね最近多いのが、颯太くんなんで商品紹介とか、なんでゲーム実況とかやらないんですかみたいな、お声というかメールというかメッセージがね結構多いんですよね。確かに YouTuber って結構やってる方多いじゃないですか、商品紹介、商品レビューとか、うん、あとゲーム実況、うん、でもねちゃんと理由があるんです。颯太がそれをやらない理由が、理由はねもう大きく言ったら2つありますね、うんうん、俺はね YouTube をあのねお金目的でやってるわけじゃないんだよね。にゃはははは、いや、あちょっと綺麗事言いました。綺麗事は俺あんま好きじゃないし、嘘も言いたくないからぶっちゃけます。お金は欲しいです。それ俺はねお金欲しいよ、お金持ち子になりたいよ。でもね優先順位が違うの。優先順位がなんていうのかな、お金はもちろん欲しいんだけれども、でそれのためにやってる部分も確かにあるよ。でもね、それよりももっと大事にしてるものはやっぱり自分が好きなこととか、うん、伝えたいことをやりたいから、これが第一だから。ゲーム実況とかは、うん、自分が楽しめないからね。ゲームとかってあんまり、うん、今は興味ないんだよね。だから興味ないこととかはさ、うん、あんまやりたくないわけ。俺実は正社員として会社員をやってたことがあるんですよ。しかもねめちゃくちゃいい企業に就職できたんですよ。もうぶっちゃけますけど、もう俺隠し事系だからぶっちゃけますけど、俺高卒ですけど、その高校結構いい就職率の高い学校を卒業したんですよ。水道橋にある工芸高等学校って知ってますかね。それのグラフィックアーツ科っていうところを卒業したんですけど、そこはね結構専門的な科じゃん。グラフィックアーツ科ってあんま聞かないでしょ、工業科でも。で就職率がめちゃくちゃ高い学校だったんだから、めちゃくちゃいい企業に、企業は明かせないけど、もうね日本全国のみんなが知ってるような企業に勤められたんですよ、うん、入ることができ、入社することができたんですよ。もうすごかったよ。だって入った年だよ。入った初年度からボーナスももう夏も冬も出たし、お盆も正月休みももう2週間とか普通に取れたし、完全週休2日制だった。だから福利厚生もしっかりしてた。だからその当時はまだね、僕のご両親は生きてましたし、健在してたんと思って、まあ、俺がね、辞めるって言った時は、もう、もったいない、もったいないってね、本当に、親をちょっと悲しませてしまいましたね。うん、ただね、俺はお金で幸せにはなれないんだよね。好きじゃないことをやって、年収1億よりも、好きなことをやって、月収20万の方が、全然俺は幸せ。ってなことが、まあ、一つの原因なんですよ、うん、お金は欲しいけどそれが一番ではない、うん、でそれで俺は好きじゃないことをやってお金儲けても幸せにはなれない、ね、でこんなかっこいいことをね言ってるけど全然ねかっこよくないの。俺ただの超自己中男だから、超自己中男、そりゃ彼女もできねえよだってさ、世の中の立派なさお父さん方はさ、我慢して身を粉にしてさ、で上司にさペコペコ頭下げて、ね、好きでもない仕事をやって家族のために働いてるじゃん。俺超立派だと思うよ。俺はそこをできないんだよね、うん、だから俺はまあアーティストとしてはアーティスト気質なのかもしれないけどダメ人間なんですよね、だからもうアーティスト芸術家とか、うん、クリエイティブなことやってる人って結構ちょっと変わってる人が多いっていうのはそういうところがあるんじゃないですかね、うん、で
第長くなりましたけど、第2の、やらない理由っていうのが今更じゃないですか。もうこれね、別にそのYouTuber、 前にも言ったけど嫌いな YouTuber いないんですよ。だからヒカキンさんとかってさ、もう商品紹介をメインにやってる部分があるじゃない。でも俺、あの人がやってることってすごいなと思うし、面白いなって思いますよ。うまいなって思いますよ。ただヒカキンさんがね、そこのメインストリームにいるし、他にも YouTuber でその商品紹介やってる方っていっぱいいらっしゃるのに、そこでまた俺がね、そんな視聴者もいない俺がやったところでさ、どこに需要があるのって感じじゃん。ゲーム実況もそうじゃん、やってる方めちゃくちゃ多いじゃん、視聴回数稼げるからってさ。そこを今更ね、俺がね登録者数100万とか言うんだったらね、その人たちのためにっていうね、ファンのためにっていう気持ちがあればできるかもしれないけど、そんなね見る人がねそこまでいないのに、今更ねまだね底辺の YouTuber がやってもねってところですよね。だったらまあ俺は、伝えたいこと、好きなことをやりたいなと思って、商品紹介とか、あとゲーム実況、もしくは、定番のネタあんじゃん。定番のネタ。YouTube といったらの定番のネタ、メントスコーラとかさ、デスソース飲んでみたとかさ。もうね、やりたくないっすね。一回やったんだよ。メントスコーラをね、罰ゲームみたいな感じで。何粒まで耐えられるかみたいなのやったけどね、やっぱね、ああこれじゃねえなって思ったんだよね。だから俺はオリジナル動画を作っていきたいよ。今もうね YouTube やってる人ってものすごい数いるじゃない。だからオリジナル動画作るってすごい大変だと思うんだけど、まあまあそこはもうね苦労してでもやっていきたいと思ってます。だからこう自分の俺の体を生かしたガリガリのネタとかをよく出してるのは、やってるやつあんまいないでしょ、見たことはあんまないと思うから。まあだからちょっとねそこは苦労するかもしれないけど、試行錯誤してこれからもソータ節でやっていきますので、応援とご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録してくれたら泣いてやればいいです。よろしくお願いしますね。じゃあこんなソータですけれども、定番ネタは極力やらないソータですけど、一緒にこれやってください。